ボール買ってやそれ。ボール買ってやもう。おお。寺田さん、さっきすごい打球打ちたんですけど、ファールからなんかすごくもうポールに入っていくような、フェアゾーンに入っていくような打球打ちたんですけど、あれの打ち方ってちょっと教えていただきたいんですけど。それはですね、まず引っ張り方向だったら、ここがヘッドが引っ張って帰っちゃうと思うんですよね。それをここで最後返さないイメージで打つとボールが中に入ってきます。やっぱこっち側に持ってくるイメージ。いらんやろお前。引くようなイメージで、はい、で打つと引っ張った打球がこう中に返ってきます。逆に